新潟県上越市に住む日本最高齢112歳の男性が世界最高齢の男性としてギネス世界記録に認定されました。明治から5つの時代を歩んできた渡辺知鉄さん、昨日世界最高齢男性としてギネス世界記録の認定証を受け取りました。今日の昨日ではおめでとうよ。インタビュー中にケーキをもう一口おねだりするなど甘いものが大好きな渡辺さん、長寿の秘訣は大きな声で笑うことです。特技の習字で披露したのは世界一の文字。来月には113歳の誕生日を迎えます。